ん？この気配は。あー、敵が攻めてくるわ。ってことは寝なきゃな、とりあえず。ってことはとりあえず寝なきゃな。はい、寝まーす。のんきなのんきな主人公。良きかな。ほい！ということで今回もやっていきたいと思います。ってことって、あ、そう、ビルダーとして成長するのだ。ちょ、金、金、金。あれ、金は？あった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 。はい。鳴らします。やったね。やったね。これでさらにまたレベルが上がって、できることが増えるよ。ビルドレベル3。嬉しい。住人が種まきするようになった。あ、じゃあもうあと、あれか。収納箱の中に入れといたら巻いてくれるってこと？あ、新しい仲間がやってきた？やったね。もう何？増える仲間はもう、農民しかいないの。みんな同じように見えるんだけど。お、なんだなんだ。アイナはたくさんのレシピをひらめいた。丸太。なんか丸太いっぱいある。あ、名前の壁掛け。またあれかな？ワンの時みたいに名前付きの部屋を作ってみたいなのあるんかな？私専用の部屋を作って、みたいな。アイナさん、俺たちビルダーとして成長したっす。俺たちも種をまけるようになったっすよ。俺たちが種をまくには、まず収納箱に種が必要っす。あとはかかして作物を指定してくれれば、そこに指定の種をまくっすよ。作れるものも増えたようだな。尖った丸太に木の窓を得とは、より立派な村を作ってくれようということか。ちゃっかり祭りの旗もひらめいてるっすね。これはいつか使えるっすよ。なんかイベントみたいな感じでできるんかな。鐘の音に惹かれて新しい仲間も来てくれたみたいです。これでますます畑作りがはかどりますね。イエーイ。ひとまずアイナさん、新しくやってきた仲間の方々に声をかけてあげてください。なんか農民たちはさ、名前もないけんちょっとかわいそうよね。住人が種をまく、かかしで作りたい作物を選び、その種を近くの収納箱に入れておこう。住人が種をまいてくれるぞ。近くの収納箱。ふんふんふん。へー、かかしで指定できるんやね、すげえ。仲間に入れて。はい。ぜひぜひ仲間になってくださいな。こいつはなんだ？ずいぶん綺麗な木だべ。それにおっきな畑もあるべよ。てかさ、ものづくりがダメとかさ、そういうの言ったら全然この人たち農民じゃないよね。の？農園場作って島の新しい胎児場育ってる？そいつはどえらいこった。ぬほって。教団の関係者の皆様、ここだべ。ここに異端者がいるぞ。教団の関係者もここにいますからね。俺たち教団のために、ここで何が起きてるか探らねばなんね。探って教団の皆様に報告するだ。その、探り場入れてる間に、ちょっくら畑も耕させてもらうべ。ほんのちょっくら、ちょっくらだけだべ。びっくりしてるやん、女の子。モンゾーラの農民たちが仲間に加わった。イエーイ、やったね。で、まあ、もともとは、何？畑とかやりよったってこと？でもなんか生まれた時からこういう感じみたいな言おった人らもおったし、どうなん？みんななんか年齢同じぐらいに見えるけんさ、よくわからんのよね。なになになに？あ、びっくりした。アイナ、見事にものづくり力を高めたな。我が輩たちもビルダーとして成長したぞ。ビルダーとして成長したのか、ちゃんと。何か作るのか？そうっす、そうっす。これからぜひぜひ俺たちに種まきを任せてくださいっす。それもビルダーの仕事なのか。アイナさん。見分けがつきにくいかもしれないけど、私たちは前の鐘の音で来た農民よ。あ、あれだな。前の鐘の音で来た農民は髪型は一緒だけど、おばさんなのね。え、こっちは？あー、なんか、普通の目と垂れ目か。私たち、教団の教えは捨てないって意地張ってたわ。だけど、ようやく決心がついただ。オイルたちもハーゴン教団を抜けるだ。今からおめえさんのようなビルダーになるべ。ん、こっちもいるのか。あ、こっちは何？髪色が違うだけか。なるほど、わかりづらい。素晴らしい。これもアイナがこの地にものづくりをもたらしてくれたおかげだな。農民めっちゃ増えたな。ところでアイナ。農園の住人も増えてきた。そろそろ皆をまとめるリーダーが必要なのではないか？え、あたしじゃないのそれ。そこでどうだ？我が輩を村長ということにしてくれないか？なんなら町長でもいい。いや、町っていう感じでは。おお、そのにこやかな顔。良いのだな。我が輩が町長で良いということだな。にこやかな顔してるかな。
微妙。ダメだ。ん？が、指導？お前みたいな雰囲気だけのヒゲに情緒は任せられない。雰囲気だけのヒゲやってめっちゃ言うやん。やばいね。それにリーダーはみんなに認められてなるものだろ。今の時点で決められることじゃないぜ。それは当然私だよね。指導め、急に出てきたと思ったら恐ろしいほどの正論を吐いていきよって。とにかく会いなよ。見事な鐘の鳴らしぶりであった。我が輩も蝶々になるべく精進して参るぞ。鐘の鳴らしぶりとかあるか。はい、とりあえずこれで、達成。アイナさん。気分も育って、皆さんのものづくり力も高まって、お題の作物作りも順調ですね。どっから話してんの？あ、ここか。あれ？何？見てください。胎児の様子が、また成長する？あ、てかこれちょっとずつ開いていくんやない？え、何が変わったかが全くわからねえ。ん？あれか？なんか、絡みついてる幹というか、増えた？うわーすごい！胎児また成長しましたね。素晴らしい。若輩たちが作る作物の力が胎児の若木に流れ込んだのであろうな。あの小さかった若木に新たな力を与えられるとは、ものづくりとはやはりすごいものだ。新たな力か。何か思うことが。そもそも胎児ってやつはどうやってできたんだ？ある日突然地面から生えてきたのか？指導さん、俺実は前からちょっぴり思ってたんですけど、指導さんって言動は荒っぽいのに細かいことを気にするっていうか、意外と普通っぽいとこあるっすよね。いいやん、普通で。さあ、アイナさん、胎児を育てるお題の作物はあと2つです。胎児が育てば腐り数なんか怖くなくなります。引き続きお題に挑んでいきましょう。ということだから、まあ、みんなが種をまけるようになったんよね。種をまけるようになったから、じゃ、この辺、かかしをまた、どれぐらい？ 2 体ぐらいかな。もっといる？ 3 体ぐらい？まあ、わからん。とりあえず、かかし。かかし。もうなんか、どっちの方面向いとんかがよくわからんくなってくるな。あ、こういうことか。かかしを、じゃ、3体ぐらい作っとく？ 3 体ほど、あ、こっちか。作りまして、はい。作りまして、で、ちょっと、キビを育てていってもらいたいかな。かかし。どういう方向でもいいかな。はい。畑。そこ畑よ、みんな。かかしは別にどんな方向に立てといてもそんなに気にならんかな。よいしょ。ってことで、この辺ちょっと、キビどれ？これか。はい、キビに指定しまして。まあね、この辺全部水の中やけん、キビに指定しまして。はい。OK？ キビに指定して、収納箱は持ち歩いてないよね、私。ってことで、収納箱を一つちょっと。よいしょ。近くに置いとかんといかんのかな。え、とりあえずもう何？ここの中じゃダメなの？ここの中でもとりあえず植えてくれるんじゃないの？え、どこ？あ、これか。一瞬どこ行ったかと思った。で、これをしまうと。これで多分植えてくれないかしら。植えてくれないかしら。ちょっと希望ね。声だめもちょっと取っておかねば。めっちゃ大量に手に入ったんやけど。ねえ、超大量に取れた。そしてちょっと私ハートも集めておきたい。から。へい。あ、ごめんね。みんなそんな集まらなくて大丈夫よ。次の。はい、どうも。アイナ様、先ほどはパンを作ってくださってありがとうございました。実は、必ず妹が後ろに来るね。お姉ちゃん、何もじもじしてるの？作ってもらいたいものをはっきり言って。ねえ、アイナ、あなたにパンをもらってから、私でも料理を作りたくなったの。妹がすごくしっかりしているパターン。特別な部屋があれば料理を作って提供するわ。どう？悪い話じゃないでしょ？あ、食堂的な感じ？食堂？でも外で食べよるよね、今。
アイラ様、収納箱一つに小麦袋と焚き火が三つずつ、薪材が二つある部屋を作ってください。料理部屋ね。なるほど、なるほど。でもそれはさ、やっぱり、あれよね。食べる場所が近い方が、いいような気がするけど。なんかこれ空中に浮いてない？見てこれ空中に浮いてるんだけど、超不気味、怖い。何やったん今の。とりあえず日が沈んできたから私は寝ます。誰よりも早く寝ます。はい。おはよう。みんなちゃんと働いたんだろうね。ちゃんと働いたんだろう。てか、本当にさ、スペースなさすぎてなさすぎて、どうよって感じなんやけど。植えた？ちゃんと。あ、植えてる。植えてるよ。ほら、一個だけやけど。まだまだやけど。まあ、頑張って、育ててね。どうしよう。調理部屋、じゃ、この辺にする？なんか破壊されそうやけどね、すぐに。こんなとこに作っとったら速攻で破壊されそうな感じするけど。まあでも、他に作れそうな場所がないけん、しょうがないよね。本当はね、この辺に、こっちの方とかに作りたいなって思う。あ、でもどうなん？この辺作れる？どこからが外？ここからが外っぽいな。ここは大丈夫。ここまでは大丈夫なんやね。ってことは、この辺に作る？どうしよう。地面、泥を、この辺とかにさ、あ、間違えた。めっちゃ間違えた、普通に。この辺に、あ、でもここ木がちょっと邪魔だな。なんか今談笑しよった。何そういう、やりとりとかもあるの、ちゃんと。一応なんか会話は見えないけれども。お料理がしたいわ。もうめっちゃなんか、料理したい欲が半端ないね。あんな小さい子なのに、偉い。偉い、ちょっとお姉さん感動しちゃってよ。ってことで。この辺に部屋の大きさは別に関係ないの？拠点狙うモンスターが来たよ、みんな。みんな戦って。狙ってる、狙ってる。この辺の柵を破壊しまして。私ちょっとここに作ってるから、みんな頑張って。負けないだよ。頑張って、頑張って。この辺入り口にしたんでいいよね。あ、違う。違う。あ、やっつけた！早い！偉いね。偉いね。まあ、とりあえずあれをね、作れたらいいよね。よいしょ。なんか結構大量に木おらんかった？モンスター。あっという間にやっつけたみたいやけど、これぐらいのスペースあったらいいかな。よいしょ。あ、間違えた。間違えた。で、ここ扉にしたらいいよね。扉一個でいいかな。いや、大きめの扉つけようか。よいしょ。ってことで、ここを二段にしていきまして。異常なし、オッケー。狭いかな。はい、これでカラードアを設置します。オッケー。超小さい空き部屋ができた、これで。超小さいんよね。とりあえず、こっち側に収納箱を置いておきまして、で、焚き火が、ポン、は、てい。超小さいシンプルキッチン。あ、なるほど。それだけでもそういう感じになるんやね。で、あとは、小麦袋を3つ。みんななんかうるさいんだけど。みんななんかうるさいよ。これで、あ、間違えた間違えた。怖い怖い。ここに、ん？
置いた今。絶対置い、あ、違うわ、こっちやわ。あ、こっち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 。間違えよった、怖い。あ、ここには置けないの。小麦袋、どうしよう、この辺に置いといたんでいいかな。え、小麦袋って何？下に置くの？そういうこと？下に置くんだとしたらスペース足りんくない？もう一個ぐらいちょっと広くした方が良さげな感じするよね。え、確実にスペース足りてないよね。ちょっと待って。これで、まあ、もう一個ずつ、え？なぜ置けない？お、置けた置けた。よいしょ。こんな感じで。はい、ふや、あ、ここも一応、あれか、埋め立てておくか。ほ、ほ、ほ。埋め立てておいて、で、ここを、あ、そっちじゃない、こっちこっち。こっちを、一列増やしまして、あ、どうもどうも。あ、なに？一応作ってはくれるの？まだ作ってはないの？はい、これで。あ、ちょっと足りんかな。お料理ができませんわ。ちょっと待ってよ。ちょっと待って。もうちょっと待って。今作ってるところだから。そんなやれやれみたいな感じでさ、行かれましても、困るんよね。あ、ちょっと待って。まずちょっと一段目作っとかんといかんね。お料理がしたいわ。主張が激しいから。主張がめっちゃ、ごめんね、こっから。ちょ、君めっちゃ自由やん。超自由に出入りするんだけど。ほっ。ほっ。さあ、これで、小さいシンプルキッチンができました。しかし私がこの焚き火をちょっと一旦壊すのでキッチンではなくなる。3つなかったらキッチンにならんのや。そういうこと？へえ。でまたここに私が置いていくと。は？は？よし、これで、あ、蝶が消えた。小さいシンプルキッチン。なるほどね。この大きさになったら蝶じゃないのね。で、まあ、こっち側に、小麦袋を、ポン、ポン、ポン。はい、置きまして。これあれかな？もうちょっと普通に寄せたんでいいかな？ね、なんか、あ、あ、なんか普通にちょっと小麦袋邪魔な気がする。ってことで、ここに置いて、何君邪魔よ。こうやって、で、あとは、なんかこれ、料理みたいなマークできたんやけど。で、あとなんか置くものあった？え？ん？他に置くものあったっけ？なんか。特になくない？あー、これか。巻き材。巻き材3つあるんやけど。あ、1個持っとったんや。なるほど。で、ここに、この巻き材を、どこ行った？これか。置きます。これで OK でしょ。え？あ、そっか、2ついるんか。2ついるんやったわ。はい。そしてここに、待って。方向的な問題ね。小さい農家の台所、これでできたよ。できたよ、できたよ。あ、一番に走ってくるのは指導なのか。今、足焼けんかった。大丈夫。へぇ。あ、来た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 。え、ちょっと、無視していかないで。ちょ、無視していかないでって。まあまあ、アイナ様、燃えてる。私がお願いした通りの料理部屋を作ってくださったのですね。アイナ様、私、はっきり言え。お姉ちゃん、言いたいことがあるならはっきり言うの。ほら、大きな声で。アイナ様、私、めっちゃなんか拷問受けよるみたい。大丈夫？作ってくださった料理部屋でお料理を作りたいです。今後は収納箱に素材を入れてくだされば、私たちがお料理を作ります。ただ、私たちはカビ出しじゃね、駆け出しビルダー。アイナ様が作ったことのある料理しか作れません。皆さんの胃袋の充実のためにも、たくさんのお料理を開発してくださいますね。ふんふんふん。
料理ができたら収納箱の中に入れるわ。定期的に確認してみてね。なるほど。ってことは、小麦を入れればパンになるということだね。ん？この気配は。あー、敵が攻めてくるわ。ってことは寝なきゃな、とりあえず。ってことは、とりあえず寝なきゃな。はい、寝まーす。のんきなのんきな主人公。良きかな。まあね、こういう時こそ冷静さが必要なので、あ、みんなこういう時には寝ないのか。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことはまたまた、あれか？なんか凶悪なモンスターが襲ってくるみたいやけど、頑張りましょう。まあ大丈夫やろ。のんきー。